こっちよ。それに、どうしましたか？ヴィラ先生、私たちいつになったら町に帰れるの？この前ミスターネイムデイにも聞いたら、もうすぐだよって言われたけど、もうすぐってどれぐらい？もうすぐっていうのは、寝て起きるまでのことだよ。ママがよく言ってた。もうすぐだ。あと少し。寝て起きたらよくなるよって。だから、どれも同じだと思うよ。なんで？わからないよ。では正直に、私にもわからないんです。ヴィラ先生、これあげる。希少なものほど大切だよね。ランチョンミートやウィンナーと同じ。これがあれば。僕たちは町に帰れるよ。
これはウミツバメ、永遠の魂だよ。きっと遠くまで、町まで飛んでいけるんだ。わかりました。考えてみます。先生のことじゃないよ。ヴィラ先生はお姫様じゃないし、それに本人はルサールカは誰も永遠の魂を持ってないから泡になるって書いてあったけど、僕は違うと思う。ヴィラ先生には絶対永遠の魂があると思う。ネイムデThank you.
え？でも、手紙が検閲される時代はもう終わりましたよ、ミスター。どうしてそんなに緊張してるんですか？そこにあるのはただの友人からの手紙です。何も過激な内容は書いてないでしょ。ほら、君の手をしっかりと握ると書いてあります。平和でしょ。もしどうしても見たいのでしたらどうぞ。それはあなたの手紙、あなたの自由ですから。やっと君の手紙が届いて嬉しいよ。開けるときは本当にハラハラした。悪い知らせでも入っていたらどうしようかと。ここ最近悪い知らせばかりだったから。それで心の準備をして座って手紙を一気に読んで、すぐにこの電報を送ろうと思った。まず君と君の小さな勇者たちが元気だと聞けて嬉しい。連日の秘宝の中でやっと息ができる気分になった。だが君が言っていることがどうしても理解できない。戻りたいってまさか知らないのか。ライア式は、あそこはもう君が知っている場所じゃないんだ。ストームの影響でライア式は何もかもが変わってしまった。もしかしたら財団は何かを考えて君に真実を知らせないようにしているのかもしれない。でも私は友人として本当のことを伝えるべきだと思っている。ストームという現象は長い間にわたり世界に混沌をもたらしている。どんな場所も人もストームが通り過ぎた後は遡りの影響を受けてしまうんだ。
遡りとは、蒸発して消えることだ。私はまだ雷屋敷には戻っていないが、他の場所で、この目で見たんだ。想像できるか？知った顔のほとんどが消えて、生き生きとしていた町が廃墟になり果てた様を。すまない。だがこれは脅迫じゃない。ストームの後、ほとんどの場所がそうなってしまうから。これが、ストーム。つまり、外の様子が変わっただけ、ですよね。アブグスト君。見て、ヴィラ、永遠の魂がこんなにあるよ。これを探しに来たんだよね。ゴホン、君たちは今から全員永遠の魂だよ。アブグスト君。謝らないでください。あなたにはあなたの仕事があるし、私も。私にもやらなくちゃいけないことがあります。
その質問をするということは、私が真実を知っても考えが変わらないと思ってるんです。つまり私たちはお互いに同じ考えを持ってるということ。はい、真実が明らかになった今、もう隠す理由もありませんね。明日にでも出発しますか？わかりました。それに、こっちよ。ヴィラ先生。今回は家に帰るのではありません、アブグスト同士。これはただの訪問です。スビスティ同士のように覚えてますか？
でも。泡も雪も消えるものだし、きっと消えちゃったんだよ。ね、ヴィラ。さあ、どうでしょう。私にも答えを知らないことがたくさんあります。私の答えも全て正しいとは限りません。ここは雷屋敷です。ミス、ミスターネイムデやめろ。オブグスト同士、これを使って。ありがとう、ニーナ同士。でも
今のウミツバメで十分だよ。しわくちゃですすっぽくて、まるで最高潮に飛び込んだ勇敢な勲章だらけのウミツバメみたい。ヴィラ、どうしましたか？ほら、英雄的飛行士としておもてなしを受けるはずです。いれば僕何もいらないよ。いいえ、違います。でも、いい子ね。永遠の魂。最初は私もそう思ってました。それは簡単に名付けられるものだと。大屋敷という町が人々の因縁や憎しみを調和させたのを見て、
私はその可能性を永遠と判断し、人々の強さを魂と認識しました。でも今、それは違うと分かりました。え？いいえ、あなた一人ではなく、あなたたちです。あなたたちは新しい世代。群れの生き残りであり、疑いようのない未来です。あなたたちがいてくれれば、私たちも忘れ去られることがないはずです。あなたたちがいれば、永遠の魂は、存在します。あれはただの手品です。永遠にはほど遠い。でも、でも僕には見えるよ。金色だ。ミス・ヴィラ、では、行きましょう。みんなのところへ。いつものように。